はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。焼き飯をね、具はね、カニカマ、エンドウ、絹さやっていうんですかと、最後レタスね。で、味付けはナンプラーとゴールデンマウンテンシーズニングソースの合わせ調味料、卵、これで揚げといて、油を、油敷いてね、これ塩、さっき胡椒、ここ、ちょっと塩もうちょっと、で、最後レタス、レタス多い、もう火止めて、あんまりジュージュやっちゃうとね、レタスの水気がね、出ちゃってね、レタス多すぎたな、ラップしたんですよね、カメラにね。あ、これ、こういうもんです、レタスチャーハン、カニカマレタスチャーハン、いただきます。レンゲ的な、あたたレンゲ的なものがありました。ちょっとレタス多すぎな。あ、で、スープだ、スープね、玉ねぎスープをね、新玉ねぎを親戚からもらいましたね、玉ねぎスープね。よし、いただきます。初めて作りました、レタスチャーハン。美味しい。うん、美味しい。スープも美味しい。すごい甘みがね、玉ねぎのね、甘みが出ておりまして、レタス多いな。焼き飯にカニカマ入ってると美味しいですね。うん、わ、明らかにね、レタスが多い。なんで、もっとチャーハン濃いめにしたらよかったかな。ちょっとね、遠慮しちゃったんですよね、入れるの。ナンプラーとゴールデンマウンテンシーズニングソース混ぜたやつ、ちょっとかけちゃおうか。レンゲを利用していこう。こんなもんだ。うん、あ、おいしい、おいしいな。うん、ああ、あ、これ玉ねぎの甘み、ああ、玉ねぎの甘みがね、いりごまも入ってるんです、入れたんです、なんか風味にいいかなと思って。あ、スープね、うんうん、チャーハンうまい、うん、ヘルシーで美味しいね。レタス入れたんでちょっと湿気が出て、途中までパラッパラだったんですけどね、レタス入れたらね、ちょっとしっとり、でもべちょまでいかないね、うまい、うん、うまい。スープも美味しいですね。これ昆布だしとだしつゆみたいなやつね、味付けは。カラスがうるさい。今日はね、5月26日。カラスうるさい。サミット当日。今は静かですが、朝5時過ぎぐらいからバタ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 。ヘリがね、すごかったですよ。今は静かだな。スープ美味しい。あ、ごまいいね、ごま。うん、いいな。エンドウもいいですね。
ちょっと行儀悪いですけど、こう、こういきますね。こうね。あー、美味しかった。もう、こう、取るか。ラップしてやった。美味しかった。チャーハン、あ、レタス、火止めてから入れるのが、ね。水気出ちゃうんで、それがいいです。で、もう、入れて、ちょっとカーってやったら、もうすぐ盛り付けないと、フライパンの熱さでね、余熱でね、また水気出ちゃうんでね、すぐ盛り付けないと。もうだから、もう仕上げに、だからレタス、ファって入れて、ファファファ、カチッ、あ、違う、ファって違う、カチッって止めてた。止めて、入れて、ダッダッダッ、で、もう盛れ、もう盛れ、すぐ盛れ、パパパ、パパパ、もうすぐ盛れ。水気出ちゃうから。マジマジじゃ、まあじゃ。